そうですね。皆さんこんにちは。今日は豆乳を使ってお豆腐を作ってみたいと思います。豆乳を 100cc に苦煮を小さじ少々。ではまず計量してみましょう。だいたいいつも 400cc で作るんですけれども、今日はちょっと 200cc ぐらいで作ってみましょう。スプーンです。いや、これは手品超能力はもういいです。手品じゃない。一杯。泡立てない程度によく混ぜます。容器に注ぎます。できるのかな。できるのかな。200cc でだいたいこのぐらいになります。次に。蓋をします。置くだけなんですけどね。さあ、これからが本番でございますよ。水を入れた鍋に容器を入れます。スタートしました。それでは蓋を閉めて待ちたいと思います。できないかな。お、蒸らし中です。開けてみたいところですけど、もうちょっと我慢してみましょう。ちゃんと固まるようにハンドパワー超能力をかけたいと思います。えい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 、ドリア。もうしばらく待ちましょう。お、ちょっとできたかな。お、なんとかできました。よし、生姜を入れます。こんな感じ。いただきます。うん、うまい。割と簡単にできるので、皆さんもやってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いします。